メタパスファミリーの皆さん、こんばんは。お疲れ様です。もぐりです。ですね、今回はスパイダータンクっていうゲームが、ガラゲームのゲームですけれども、スパイダータンクのゲームがテストプレイみたいな形でできるようになってたので、この前ちょうど NFT 買ってたのでやってみようかなと思います。で、NFT 買ってなかった寝起きさんはこれプレイできなかったんで、やっぱり NFT 購入が必須になるのかなというふうに思ってます。で、僕が買った NFT はですね、これなんですけど、今頭に何もつけてない状態の、これが僕のデフォルトの状態なんですけど、テストプレイでいろんな NFT が試せるっていうところなので、で左に右の方にですね、ステータスみたいなのが載ってて、それぞれ のステータスがあって、これなんかもう戦い、僕が買ったやつ戦場に立てないレベルのなんか弱さっぽいんですよ、なんかどうやらこれ見てると。なのでちょっと絶望をちょっと感じてるところではあるんですけど、で今回ちょっとこの装備でちょっとやっていこうかなと。まあなんでかっていうと、僕が一回勝てたからっていう話なんですけど、まあこれでやると、まあ仲間の引きもありますけど、勝てたんでちょっと一回やってみようかなと思います。 NFT ストレスでやけ買いしてましたもんねあれか、もう本当に売りに出そうかなマジでエクストリーム勤務のせいで、エクストリーム勤務のせいで、いやもう買っちゃえとか言って買ったけど、無理や、勝てないやんこんなんっていう風になったんで。あれ実際その NFT でやったんですか、買ったやつで。やったやった。あ、初め一発目やったらなんか15キルとかされて、はいはいはい、こっちのダメージ全く通らないし、あ、敵のダメージばっか入って、なんかなーっていう。韓国人とか中華系がこういうの好きそうっすよね、こういうゲーム。うん、 LOL とかも似たような感じだからね。うん、あんま流行ってないっすよねこういうのね。うん、に日本だとですけどね。あれもぐりさんどれ、そうこれ、あ、はいはいはい、この下の、はいはいはい、これもう戦えるんだ。もう始まってる。なんかね、3、2、1とかじゃなくて、もう唐突に始まるんだよね。あ、これ仲間と攻撃しました。すいません。この雪だるまみたいなやつめっちゃ強いんですよ。ああ、やっぱ全然やっぱ NFT によって違うね。しょぼいウェポンじゃん、もぐりさんの。なんか飛んできてんじゃん、すげえ。これ結構強いから。はいはいはい。レーザービーム。そう、まあ当ててますけどね、攻撃。そスキルみたいなのもあって。なんか使い方がよくわかんないんですけど、1とか2とかで使える感じですね。敵は赤色のやつです。なるほど、そう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 、あ、なんかそいつめっちゃ強いじゃん。まあ俺が殺したのかわかんないけど、相打ちしましたね。韓国とかのネカフェでめっちゃやってそうなゲームですね、なんかイメージ的に。そうマジでこれつまんないんだよな本当に。ファントムギャラクシーやっちゃった後だとさ、なおさらつまんないんだよね。なんでなんだろうね。やっぱ日本はやっぱもう我々 PSP でやっぱ慣れちゃってるから無理なんですかねこういうの。やばいやばいやばい、強いねそいつ。そう普通にさ絶望すんだよねこれ。しかも回復の方法が分かんないんだよね俺。これなんか落ちてるけどこれ拾えないみたいな単純にやってないだけなんだけどさ。あ、気持ち悪いね。なんでこんなめっちゃ強いのみんなみたいな。まあでもなんかディスコードつないでチームでやったら楽しそうだね。うん、まあ4分ぐらいでとにかく殺しまくるっていう感じなんだね。そうですね。お、こうして、あ、いけそうじゃん。あと一発当てれば。普通に死にそうですけどね。全然当たんねえし。
なんかやっぱ雪だるま強いな。強いね。なんか回復してるしね。そう。どうやったら回復できるんだよとか思いながら。まず一人の敵をリンチするしか勝ち方ないんじゃないかな。いやーでもこれ本当 NFT によるねこれ。だからもう財力だと思うんだよね。確かに。めちゃめちゃこういうの課金しそうだよね。なんかみんなね。尋常じゃないぐらい課金しそう。やばいやばいやばい。あ、俺のせいで負けたわ。すいません本当に。こいつが強かったな。モグリキルスゼロじゃないですか。そうこれ。マジでやばいわ。はあ。MVP のやつ強かったもんね。他の武器も試してみますか。雪だるま良かったね、なんか。まあどれが強いのか分かんないですけどね。まあ適当にやってみますか。もう1試合ぐらいやってみて。まああんま日本じゃ流行んなそうだねこれ。まあ、韓国ではもう e スポーツ大会みたいなのやってたもんね、軽くね。ねえ、やってたけどね、なんでこんなん好きなんかなと思うけど。ほんと好きだよね、そっちの人。リーグオブレジェンド。上から視点の。一日中やってるからな。友達、台湾人いたけど、一日中リーグオブレジェンドやってたからな。理解、全く理解できず。リーグオブレジェンドは俺もやったことあるって、まあなんとなく面白さは分かるかもかなと思うけど、そこまで達してないもんねこれね。単純に強い NFT 持ってたらめっちゃ強いみたいな感じかなって思います。金の暴力だけど、その NFT を買うためには金がめっちゃ必要みたいな。まあなんか価格統制取った方がいいような良くないような。マジで課金地獄になりそうだねこれ。高校の時いたもんね、マジで課金地獄してるやつ。いたね。地主の逆転にきもいたしね。昼夜逆転にきと地主の息子にきで金がいくらでも湧いてくるやつがいて、ソシャゲにめちゃくちゃ課金、死ぬほど高校の時に課金してたやつがいたけど、ほんとそんな感じだよね。だからもう金が湧き出る人たちがやるゲームだね。まあちょっと地主になるしかないねもうね。そのリズムって呼ばれるから、もうそれはもう。リズムってあだ名やばかったよな今考えると。え、昼夜逆転に来。そうそうそう、あリズム障害になってリズムって。ちょっとひどかったなあれは。別にいじめとか何もなかったけどさ、そもそも学校に来ないからね、リズム障害で。何の話してんのか分かんないかもしれないですけど、その夏休みにゲームやりすぎて昼夜逆転して昼夜逆転に気になった人がいて、もうそこで1年留年するっていう人がいまして、でも最終的にさ、なんかあれだよね、あの1年間でその生活リズム直して、俺らの1個下で卒業したんでしょ確か。ちゃんとリズム直してたもんね。ねえ、重要ですよねそういうのが。ちょっと何の話してからマジわかんないですけど、徹夜すれば治るだろうって思っちゃいますけどね、素人からすると。プロフェッショナルですよね昼夜逆転の。これ何をするんだろう。コレクト&デリバーチキンスって書いてあるから、なんかチキンを集めてどっかにデリバーする感じ。赤がめっちゃ強いけど、ただの頭おかしい人って書いてあります。ただの頭のおかしい人ってやつがめっちゃ強い気がする。
日本人ですかね。まあ日本人でしょうけど。しかもこいつめっちゃ足遅いっすね。これ捕まえたのはいいんですけど、どこにどう運べばいいんですかね。ここに運ぶのは分かってても、めっちゃ足速いし。速いね。チーターかよ。これなんかチーターとかできたらもう終わりだね。これもうこういうゲーム。うん、終わり。一瞬でやらなくなるね。チーター出てきたら。うん、俺もうテストプレイでも十分だもんこれ。なんで NFT 買ったんだろうってなりますね。まあ売れますからね。まあね。あれも板になってんだね。でもギャラゲームスの NFT も。あれも板なの。多分板じゃないかなと思う。あの確か購入金額出せた気がする自分で。あ、分かった分かった。時間いればいいんだ。そこに滞在してればいいんだ。この金色の鳥を確保したら。この砲撃やる人は足速い方がいいですね。これハイハイしてるじゃないですか。ただの頭のおかしい人。韓国人ミカモアジア親指。まあなんかアジア系なんですかねやっぱ。ほんとだね。日本人多いのかな。いやなんかアジアのゲームっていうイメージが強いっすね。これこういうの。うん、まあもう1ゲームぐらいしてやめますか。うん、なんかただのバトルゲーム以外にそういうさっきみたいなチキンをどっかに集めるみたいなモードもあるんですね。これローディングチキンチェイサーをアークティックベースって書いてあるな。チキンチェイサーオンアークティックベースだ。うんうんうん、これもだからチキンチェイサーなんじゃないですか。チキンチェイサー違うやつなのか。2対3だし。これでここにずっと入れていればチキンを。チキンを集めた方がいいっすね。まあでもなんかモバイルでやれれば楽しそうな気がしますけどね。うん、今時の高校生こういうのスマホでやってそうじゃないですか。確かに。なんで PSP じゃないんだろうね今の。 PSP っていうかああいうポータブルのゲームやらないんだろうね。もぐりさんの一番好きなゲームなんすか。俺最近は Apex Legends かな。でもまあでもメタルギアとかずっとやってたけど、ね、メタルギアのあのオンラインがあった3かな。うん、あのオールドスネークみたいなやつが出てたやつかな。うん、ずっとやってましたねゲームオンラインで。メタルギアみたいな、まあ PVP じゃないやつもやりたいっすよね。普通にコンピューターミッションクリアする系の、うん、まあ大手が今やっちゃうとねまた批判食らっちゃうから、なんか NFT 買わせる前にゲームクオリティ直せやっていうね。メタルギアもなんか一番最後のやつあんま面白くなかった記憶が。5かな。角生えてるやつ。うん、多分 PS4 かな多分。やっぱオールドスネークがやっぱ面白いね。これ余裕勝ちしそうですね。うん、てか多分抜けてんのかなこれ。負けると思って、うん、敵一人になってない多分。かわいそう。
こういう底抜けゲーム成立させちゃうとダメですよね。うん、チーター底抜けきついね。うん、きついと思う。どうなんだろう、こういうブロックチェーンゲームでこのチーターのリスクみたいなのは。まあ勝てたところでやめますけど、あ、まあこういうのが、これがあのスパイダータンクっていうゲームでしたね。だから実際ゲーム始まった時にどんだけの NFT、 強い NFT を持ってなきゃいけないのかとか、マジで勝利と、まあ、面白さとそれに付随してついてくるコインの、獲得みたいなのにつながってきちゃうんで、これは難しいですよね、判断が。どれだけやるかとか、うん、まあ、もう仮に儲からなくても、面白かったら、めちゃくちゃ面白かったら別にそれでいいと思うんですけど、所詮ゲームなんで、そこを判断するのがめちゃくちゃ難しいかなと。まあ、今デモで出てるファントムギャラクシーをやってみて、それとこっちどっちが面白いって言ったら圧倒的にファントムギャラクシーの方が面白いんでどうなるかって感じですね。いかがですか、寝起きボイス。いや、おっしゃる通りだと思いますね。はい、ってな感じで、まあ、スパイダーダンク愛ある人にもちょっと申し訳ないですけど、僕がどれだけプレイするかちょっとわからないかなという感じでした。はい、また引き続き、まあ、こういう武器が強いよとか、安くてもこういう勝ち方あるよとか、ディスコードつなぎながらやりましょうみたいな話があれば、誘っていただければなと思います。で、ちなみに言うと僕は一番弱い、この武器と何も頭につけてない状態のこのクソ弱い状態で戦わなきゃいけないんです。それをご了承いただければなと思います。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。投資は自己責任で。バイバーイ。